の第一線、現として我が海軍航空隊の基地がある。ここでは米英撃滅の戦闘の前に、まず大自然の防衛との戦いがある。すべてを凍り尽くす寒気の中に挺身して、飛行機の活躍をしていささかの憂いなからしむる整備員のロープを見逃してはならない。これは雪にうずもれた基地に見る特殊整備の記録である。のラッパが鳴るまでにはまだだいぶ間があるのに、整備員はもう起きて作業に就く。第一に発動機の暖房用具が引き出される。木炭に廃物の油を注いで火をつける。潤滑油加熱車を運び出す。発動機の運転を円滑にする潤滑油も寒さが激しいと硬くなるので、飛行機に積む前にあらかじめ温めておく。寒い土地では高度の機械力を使用することは困難なので、自らの力でこれを補う整備員のロープは並大抵ではない。さて、飛行場では搭乗員が大切な爆撃照準器の積み込みを始める。やがて発動機も温まった。温まった油は加熱車のポンプで飛行機のタンクに送られる。飛行機にいよいよ発動機の始動にかかる。プロペラーの手回しが必要であるが、これはいわば一種のマッサージで、寒い土地では特にこれを十二分にしておかないと発動機がうまく回転してくれない。
転はよし、滑走路の準備も終わった。搭乗員に対しては作戦の指令が与えられる。用意よし、出発。基地の寒さは想像以上にひどい。車輪止めは片っ向について、取り外しにはかなりの力がいる。調子は上々である。暁からの整備員のロープはここに初めて報いられる。寒風肌身を凍らす北辺の基地に全員を打ち込む整備員の努力はこうして毎日繰り返される。今日もミワシは砲翼を連ねて北の空へ飛んでいく。